ポール・ケーシーはイングランド・チェルトナム出身の男子プロゴルファー。イングランドのプロゴルフ界を代表する選手の一人として活動している。チーム戦でも豊富な経験を持ち、2004年のワールドカップでルーク・ドナルドとコンビを組んだ優勝もある。2009年4月にアメリカ PGA ツアーのシェル・ヒューストン・オープンで初優勝を挙げた。 世界ランキング自己最高位は3位。ケイシーはアリゾナ州立大学の学生ゴルフ選手を経て2000年にプロ入りした。2001年8月のグレニーグルズスコティッシュ PGA 選手権でヨーロッパツアー初優勝。同年11月、ケイシーは日本の太平洋クラブ五天場コースで開かれた MC ワールドカップに イングランド代表選手として参加し、イアン・ポールターとのコンビで単独5位に入った。ワールドカップでは2002年3位2003年2位を経て、2004年にルーク・ドナルドとのコンビで優勝を決めた。開催コースはスペイン・セビリアにあるリアルクラブ・ド・ゴルフであった。ケイシーとドナルドは4日間通算257。 ストロークで回り、2位のスペインチームに1打差をつけて優勝した。2006年、ケーシーはヨーロッパツアーで年間3勝を挙げ、賞金ランキングでパドレーグ・ハリントンに続く2位に入った。彼はキャリアの早い時期からヨーロッパツアーとアメリカ PGA ツアーを掛け持ち参戦してきたが、2007年度の PGA ツアー賞金ランキングで125位以内を確保し、 2008年からアメリカツアーにフル参戦を開始した。2009年1月のアブダビゴルフ選手権でヨーロッパツアー9勝目を獲得。2月末に行われた世界ゴルフ選手権シリーズ第1戦のアクセンチュアマッチプレイ選手権で決勝戦に勝ち進み、ジェフ・オギルビーに敗れて準優勝者になる。マスターズ全集のシェル・ヒューストン・オープンで ケイシーは11アンダーパーで並んだ JB ホームズとのプレイオフを制しアメリカツアー初優勝を達成した。これにより彼の世界ランキングは6位に上がり初めての世界トップ10入りを決めた。2009年5月の欧州ツアー BMW PGA 選手権優勝により彼は世界ランキング3位に到達した。ケイシーのこれまでのメジャー大会成績は 2004年マスターズ6位2008年全英オープン7位などがある。彼はアメリカ選抜チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦ライダーカップにも2004年2006年2008年の3回連続でヨーロッパ代表選手に選ばれた。PGA ツアープレイオフ記録1アジアンツアー共催1ヨーロピアン共催。ありがとうございます。